にかく買いに行ってください。ないから。全メンズ買って問題ないんじゃないかな。やっぱダントツレベル高いなと思うんですよ。とりあえずみんな脳を停止して買ってください。本日ですね、神セブン、この夏全男性が買うべき7点ご紹介していきたいなと思います。ということで、夏場のアイテムって迷うじゃないですか。で、何買おうかなとかって思うんやけど、とにかくこの7個は僕めっちゃ良かったんで、ぜひご紹介させてくださいというところで、よろしくお願いします。まず一つ目からもう早速いきましょう。一つ目っていうのはこちら、ファミリーマートのショーツです。これなんで一番に持ってきたかというと、とにかくこの動画すぐ消して買いに行ってください。マジで売り切れるから、ほんまにないからっていうぐらい、もう毎年去年から出たんやけど、去年もすぐなくなったんですよ。すぐなくなって、で今年も一応4月ぐらいからもう僕動画作って出したりはしてるんけど、その段階でももうちょっとないですよみたいな声聞いてるので、これも今出してる段階であるかな分からへんから、とりあえずこの1本目の一番最初のこの紹介見てもう消して行ってくださいっていうぐらい、もうないので、一番最初にとりあえず先に紹介したいなと思ってご紹介させていただきました。今回紹介する中で最も争奪戦になってるのは多分このファミリーマートのショーツやと思うんですね。ちょっと一回履いてみましょうか。これこんな感じ、めっちゃね T シャツと合うんですよ。だから何も考えても普通に T シャツ着てショーツ履くだけでサイズ感バッチリじゃないですか。あとはなんかキャップかぶるとかサングラスするとかいろいろやり方はあると思うんですけど、別にどこでも行けるじゃないですか。イオンモールとか買い物とかも全然行けるし、餃子フェスとか行ってなんか奥さんに餃子フェス行こうって言われたりして OK って言ってもこの感じでパッて行けるから、めちゃくちゃいいし、しかもこれめっちゃ買う気配んですよ。僕旅行でも重宝するっていう話はもう散々してるからこれ以上言わんとくけども、とにかく買いに行ってください。ないから。それくらいなくなら買いに行ってほしいっていうところで1つ目で、2つ目が何なんかっていうと、2つ目はとにかくこれはもうリピート買いしてほしいなっていうところでこちらですね。でこの白 T に関しては何が一番いいかなと思ったんですけど、現段階で一番コストパフォーマンス、そして買いやすさ、そのあたり全部含めたらおそらくヘインズの白になってくるんじゃないかなとは思ってます。ちょっとこれも一回着てみたいなと思うんですけど、はい、とまあこんな感じです。これはとにかくもっとって損ないかなと思って一応入れさせていただきました。っていうのもこんな感じでね、パックに入ってきて1枚で買ったりとか、まあ、2枚で買ったりとかできるんですけど、まあいろいろ書いてますわ。7オースがどうだらこうだらとかって書いてるけども、白 T でもなかなか手に入らへん白 T よりかは、まあ、結構どこでも買えるし、 Amazon でも楽天でも公式サイトでも全部買えるような状態でいつでも手に入る、あ汚れちゃったもう買い替えようってできるっていうこの気軽さで言うと、やっぱこのヘインズの白はやっぱダントツレベル高いなと思うんですよ。なのでサイズ感的にこれ洗うとだいぶ縮まるっていうのは以前このレビュー動画でも言ったんで、ちょっと気をつけてほしいんですけど、本来このサイズ感じゃないので洗ってだいぶ縮んでますけどもね、これは全メンズ買って問題ないんじゃないかなと思います。最悪あかんかったら肌着にしちゃえばいいし。まず2750円、これ一着するんですけど、2750円で買ってみて、であ俺には合わんわと思ったらもうスーツの肌着とかにしちゃって、俺似合うな、ちょっと黄色かかってるこのクリーム色みたいな俺似合うなっていう方であれば、そのままリピート買いすればいいだけの話なんで、まあ、それでちょっと使い方でいいんじゃないかなと思います。だから80点ぐらいかな。ファミリーマートのショーツこれ1990円けど、これに関してはね120点、これ以上ない。考えですマジで天才って続いてるけど、誰か教えてほしい、紹介してほしい、それぐらい天才なと思いますので、2つ目っていうふうになってました。で3つ目が何なんかっていうと、このままちょっとコーデで合わせようと思ったんですけど、スニーカーで、スニーカーに関しては僕これ最近よく履いてるんですけど、ニューバランス、これジョブズが履いてたニューバランスがやってふざけて買ったんですけど、マジでよかった。ニューバランスってこんなええのと思って、今までそんなに高くないニューバランスは買ったことあったんですよ。1万とか2万ぐらいのやつは買ったことあったけど、この3万5千円とか3万オーバーハイモデルのニューバランスって買ったことなかったんですけど、これ履くじゃないですか、マジでね高級車乗ってるみたい、レクサスとかに乗ってるような感覚っていうかな、この中のちょっと履いてるから汚いんですけどね、こういうなんかリッチな感じっていうかな、包み込んでくれる感じっていうか、足の補強靴やったっていうこともあって、めちゃくちゃちゃんと足にフィットするんですよ。歩いててこう無駄な柔らかさってあるじゃないですか、こうグラングランする柔らかさっていうのはないんですけど、しっかり足間を持ってくれた上でなおかつ上質な感じになってるので、ほんまに車で言ったら揺れがなくて上質な空間が作られてるっていうような感じなんで、これニューバランス知ってる人からしたら今更お前何言ってんねんって話じゃないですか。いや今更やでっていう感じなんやけども、正直僕持ってなかったんで、ここで出会えてよかったなって、やっぱジョブズさん感謝やなって思うぐらいこのジョブズスニーカーは良かったなと思います。ただ僕ちょっと1個気になったのが、僕ちょっと足大きいんですよ。28なんですね。で別に28そんな大きないやんって思うかもしれないけど、足とかが細いので全体的にこれ履くとなんか足だけすっごいでかく見えるんですよ。もともとボリュームあるから、だからコーディネートで合わせる時とかってちょっと難しいなって今ちょっと思ってたりするので、まあ、この合わせファミマのショーツには全然合うんですけど、もうちょっと丈短くなってきたりとかして、そのバースダリショーツ使って履くとこれで履き出すとちょっとゴボウみたいなのがこのパンツの裾から出てきて足だけでかい
かいミッキーマウスみたいになってくるから、ちょっとバランス合わへんなと思って、まあ、このバランスやったら合うんですけど、これはね、非常に買ってよかったなっていう、ちょっと自分の人生観変えてくれた。あ、こんだけ歩くのって楽しいんやとか、歩く上質さっていうのを教えてもらえたなっていうことで、ニューバランスの 991V2 っていうモデルをご紹介させていただきました。ちょっと他にもまたいいモデルあったら、ぜひ教えていただきたいなと思うんですけど、これは良かったですね。やっぱりね、30代以上のメンズは足に投資すべきですね。足にいかにいいお金を突っ込んでいくかっていうことで、それだけで行動範囲も広がるし、出会う人も広がるんですよ。そうなったら自分の資産にどんどんなっていくので、めちゃくちゃ大事だなと思ったんで、ニューバランスね、良かったなと思います。今更ながらですけど申し訳ございません。で、4つ目っていうのが何なんかっていうと、まあ今もつけてるんですけど、こういうアクセサリー系ですよね。こう、まあ例えば時計であったりだとか、こういうブレスレットであったりだとかっていうのもあるので、まあ僕は個人的に、まあ、自分の好きなのとか自分が作ったやつをつけてるんですけど、このあたりは自分の好きな感じでいいと思うんですが、僕ね、昨年出したブレスレットっていうのが、このネックレスとこれ見ましょう、同じシリーズでこれ出したんですよ。ワンポイントさりげなくつけるとかで全然面白かったんですけど、ちょっと右手が寂しいな、僕特に腕細いんでちょっと寂しいなっていう時に、少しゴツめで作ってみようっていうことで、幅がね 0.9 センチ、ちょうど 9mm ぐらいなんですけど、 9mm でも結構まあ存在感あるじゃないですか。で、これ以上ゴツくしたら893みたいになったんですね。だからちょっとこれ以上やりすぎやなと思って、これぐらいにしたんですけど、例えばサーフ系の人とかやったら、こういうバングルみたいなのをつけてはるじゃないですか。そういうのとかでもいいかなと思うんですけど、まあなんか T シャツとかになってた時にこの辺何もないの寂しいなと思ったんで、これはねつけてよかったんちゃうかなと思います。これがある状態と551状態、551スタイルで言うとある時でしょ、で次がない時なんですよ。あ、確かにこれちょっとちゃうよねって感じじゃないですか。ちょっともう一回いきますよ。次がまずこれいきますね、ない時、そして次ほらある時になるんですよ。あ、ちょっとちゃうなと思ったんで、よかったかなと思います。で、次5つ目っていうのは何なんかっていうと、ユニクロの T シャツ。これは昨年からまあチラッと言ってたんですけども、スーピマコットンの使われてる、まあ要はいい生地、いい素材を使った T シャツっていうのがあるんですね。それが僕色違いでこの間買ってきたんですけど、ネイビーとかブラックとかそういう感じの色味買ってきて、まあこれはね、ぜひね、皆さんにもね着用してもらいたいなと思います。ちょっとこのファミマのショーツに合わないので、長いパンツとかちょっとスッキリしたパンツで大人っぽく着る方がいいかなと思うんですけど、それがなんと1000円とかですよ。これ確か安い時って1200円とかで売ったりしてるんですけど、定価が1900円ぐらいなんで、どっちにしても2000円は着るんですけど、これ着てみるとこんな感じなんですよ。だからちょっと大人っぽい感じで着れるんかなと思うし、パッと見て2000円とか1900円のなんかチャッチー T シャツ着てるなっていう感じはないじゃないですか。まあその理由はさっき言ったみたいに素材がいいからなんですけど、素材って何って言ったら、まあもともとこういう感じのね、コットンボールあるじゃないですか。で、これを全部つまみ出していって糸にしていくっていう流れなんですけど、この素材の段階で良い悪いっていうのがあるんですよ。で、この素材の段階で良い悪いってどういうのが良い悪いになってくるのかっていうと、こうね、葉っぱついてるでしょ。葉っぱついてて、この糸がもちゃもちゃってあるじゃないですか。このもちゃもちゃの糸が長ければ長いほど長長面って言われるもので、短ければ短いほど、まあよくデニムとかに使われたりするんですけど、長ければ長いほど当たり前ですけど着心地がいいんですね。こう体に沿う感じになるし、短ければ短いほどこうガシガシした風合いが出てくるっていうのがあるので、それがスーピマコットンっていうのは一応世界の中でも、まあ長いいいやつを使われてるよねっていうことになってるので、スコットンより上なんですよ。 US コットンっていうのは別にただアメリカで取れたら全部短けろうが長がろうが関係なく US コットンって言うんやけども、スーピマコットンはそのアメリカの中でも長い長長面だけを使って言われることがあるので、スーピマコットンを使われてる。で、それが2000円、めっちゃ安いやんって分かる人からしたら分かるんですけど、分からない人からしたらスーピマコットントンか、よう分からんけど買おうかってなってくるじゃないですか。だから、まあ、着心地はもちろんいいんやけども、値段も安いし、これはもうレベル的には相当高いレベルやなって僕個人的には思ってるので、ぜひおすすめやなと思います。で、ただ色に関してなんですけど、カラーに関してはここにもある通りパーソナルカラーを一応僕は持ってるんですね。だから自分に似合う色っていうのが分かってるので、僕の場合はくすんでる色が得意なんですよ。こういう感じのグレーというか、ちょっとくすんだような色味ってめちゃくちゃ得意なんですよ。なのであえてこういう色味をやってるんですけど、まあ、人によったら顔から下見た時にすっごい地味な人になっちゃうっていう可能性もあったりするので、まあ、そのあたりっていうのは自分に似合う色っていうのをこう当てたりとかするっていうのも一つやし、あとまあ安いからとりあえず全部買ってみて、なんかどれが一番似合うって言われるかやってみるっていうのもいいかもしれないので、秋冬はね自分に似合う色をごまかせれるんですよ。っていうのもいっぱいいろんなとこに生地があるからやけど、夏場ってめちゃくちゃ薄くなってくるので似合う似合わへんが露骨に出てくるんですよね。なのでもちろん体型もそうなんですけど、カラーとかも似合うカラーを選んでおけば、なんかこの人来たらユニクロに見えへんよねとか、なんかこの人来たらすっごい高く見えるよね、逆にこの人来たら何着てもダサいなっていうのもあるじゃないですか。すっごいハイブランドやのに似合ってないとかっていうのもあるから、本来はねこれはおじいさんみたいなカラーなんですけども、まあ自分に似合うカラーを見つけるっていう意味でもこのユニクロの T シャツはいいんじゃないかなと思います。6つ目っていうのが何かっていうと、これ今まで街中出る子話ばっかりしてたんやけど、街中とかそんなことどうでもよくて、30代以上ってなった時にいかに家でのパフォーマンスも上がるかっていうのは大事だと思うんですよ。外に出てる時間もあるんやけど、家にいてる時間っていうのも長いじゃないですか。ってなった時に家の時間
を充実させるために家の時間を充実させるのは何が大事ですかって考えたら、そうなんですよ、サンダル。これはとりあえずみんな脳を停止して買ってください。でウーホスのサンダルってみんな外用と思って買うんやけど違うんですよ、中用。これは中で履く用として絶対履いてください。これは僕オフィスもサンダルウーホスにしてるし、自宅もウーホスにしてるし、もっと言うと嫁もそうです。でうちのスタッフにもそうさせてます。なのでサンダルイライランって思うじゃないですか。いやいや、家のサンダルってねめちゃくちゃ楽になるから。でしかも楽になるだけじゃなくて、足の裏にわけわからん髪の毛ついてきたりとか、なんか食べかすのなんか米ついてきたりする時あるかもしれないんですけど、そんなん風呂上がってからそんな足汚いの嫌じゃないですか。フットも汚いしね。だからこれ履いとくだけで足の裏ずっと清潔なんですよ。でちょっと汚れちゃったなとかってなった場合は、皆さん大好きパストリーゼってありますよね。これは口に入っても大丈夫なアルコール、よく食品とかにもかけたりしても大丈夫って言うけども、こういうのをシャッ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 ってこうかけてあげたら、それだけで除菌にもなるし、でこのまま素足で別に履いちゃってもいいっちゃいいじゃないですか。だからウーホスのこのサンダルはもう僕 3,4 年履いてますけども、6000なんぼで 3,4 年ですよ。もはやユニクロより安いから。ユニクロのサンダルも試したんですけど、すぐへたるんですよ。ペタペタになってもう1回とかしたらなんかクッション性どこ行ったみたいになってくるんやけども、これはもうへたらへんから、とにかく買ってほしいということで、家用としてウーホスを買っていただきたいなと思います。で次が最後ラストなんですけど、ずらっと並んでますけどニットね。やっぱ夏ってね、30以降になってきたらニットがよく見えるんですよ。今まで全くないですよ。 T シャツの方がかっこええやん、そら T シャツ着こなしてなんぼっしょみたいな感じだったんやけども、いやいや大人ってニットなんですよって話になってきて、分かりやすいところで言うとジョーンスメドレーとかもそうやと思うんですけど、ちょっとね一回着てみたいなと思います。はい、とまあこんな感じなんですけども、やっぱニット一着あるだけでだいぶ雰囲気変わるんですよね。でちょっとレストラン行きたいなってなった時、夏場 T シャツ着てレストランでもかといってシャツなんか着んのもクソ暑いなと思ったりした時に、ニットってねこことここ絞ってるだけなのに T シャツ雰囲気全然違うんですよ。めっちゃええやんと思って、僕だからこれ作ったんですよね。で別にこれを買ってほしいとかっていうことじゃなくて、これに関してはもう色こんだけ出ないんですよ。だからもう多分数もないと思うし、それは全然いいんですけど、腕と裾絞るだけでえらい変わるから、ぜひねそういうジョンスメドレーであったりとか夏用のニットって一着持っとくだけで T シャツとえらい変わってくるので、なんかめっちゃきちんとしてる感じ出てくるじゃないですか。こういう裾絞ってたりだとか、ここだけでも T シャツとちょっと違うなって感じになってくるし、裾のとことかもこう絞ってるだけでちょっと違うなってなってくるから、今までねパッて僕らが見てたイケオジとかって、なんでお前イケオジかっこよくて俺なんかカジュアルになってんのかなと思ったけども、ここね袖絞って裾絞るだけでえらい変わんねんなっていうのを分かったので、僕はもうぜひ作りたいと思って新潟で今これ作ってるんですけども、ぜひ今まで夏ニット行ったことないよっていう方であれば夏ニット見ていただくっていうのはいいんじゃないかなと思います。ちょっとパッと思い浮かぶブランドがジョンスメドレーさんしか浮かばなかったんですけども、まあ、ジョンスメドレーとかでも2万円も出せば全然買えると思うので、確かにさっきのユニクロから比べると少しグッと高くなったような気はするんですけども、あくまであれば消耗品といいますか、買い替えもできてなおかつ量産型っていろんな人と被ったりはするけども別に変じゃないよねっていうスタイルやけど、もう一個上でいいよねって言われようと思ったら、やっぱりちょっとニットとかちょっと大人な風合いとか大人なんでたしなみっていうのも大事になってくるんじゃないかなっていうところで、今回以上7点をご紹介しました。だから最初から見るとだいぶ変わりましたね。最初ファミリーマートのショーツからした時にすごいカジュアルな雰囲気からなんですけど、最終これ仕上がってきたらすごいなんかこうカジュアルじゃなくてきちんとしてるようなニートな感じになってくると思うんですけど、ファミリーマートのショーツ、ヘインズの白 T でニューバランスでアクセサリーでユニクロの T シャツ、スーピマコットン T シャツかな、ウーホス、これヘア用に入りかせると、7番目っていうのがニット、これニットにはまず挑戦しましょうと、1着でいいから挑戦してみたら雰囲気また変わると思うので面白いかなということで、今回は7点ご紹介させていただきました。僕本来はねノースフェイスとかダウンの人って思われること非常に多いんですけど、実はプライベートちょっとカジュアルあんま着ないんですよ。どっちかというと綺麗な方とか、そうか思いっきりこう柄物着るかっていう感じで、中途半端なやつあんま着いひんくて、そのノースフェイスとかはあんま実は着ないんですけど、振り切っちゃって無地に行くか振り切っちゃってガラガラに行くかっていう感じなんで、今回皆さんにご紹介するっていうのは僕の完全プライベートなところをちょっとご紹介させていただいて、本来 YouTuber の卓造としての動画やったらもっとノースフェイスのところを紹介したりアークテイクスを紹介した方がいいかなと思ったんですけど、まあ、本当に僕がいいなと思ってるところを今回7点ご紹介させていただいたということになってます。まあ、ファッション関係に限ったことなんですけど、それ以外のところとかで言ったらまたいろいろあったりはするんですけど、今回はファッションに絞って、おすすめの7点っていうのをご紹介させていただいたという動画になっております。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。